と食物アレルギーに関する全体的な大人も含めた疫学の話ちょっとしますね。これは厚生労働省で食品表示っていうものを法律で決めて行ってます。で、それに対して今の日本の食物アレルギーの状態がちゃんと正しく反映されているかどうかっていうのを研究班のところで調査してるわけです。これは平成17年と20年の調査ですけど、食物アレルギーを実際に起こして医療機関にかかって治療を受けてっていう人を対象にして、全国の1000名ぐらいの先生方を対象にして報告してもらってます。そうすると、だいたい2000以上の食物アレルギーを実際に起こした患者さんたちのデータを集計することができるわけですけど、見ていただくと分かるように、もう小さい子どもたちが圧倒的に多いですよね。それと小学校に入ってくるまでのお子さんたちに大変多いと。それでもちろん大人の方にもいるんですけど、大人の方々は一度診断を受けて避けてれば症状でないんで病院のお世話になることないですから、これはだんだん減ってくるっていうのは、純粋に患者さんの数も減ってきますけど、それと同時に避けてれば症状が出ないっていう人たちもここには反映されてきませんから、新規に発症した人たちを主に拾ってきたりとか、あとは間違って食べて症状が出ちゃったっていう人をこれは拾ってきてると。ただ健康被害の、食物アレルギーによる健康被害のデータとしてはきちんと日本の状況を反映しているので、これを行政に役立ててるわけですね。で、原因物質の一番多いのは小さな子どもを中心として卵、2番目は牛乳、3番目が小麦ということに日本ではなります。その後は果物とか甲殻類とかピーナッツとか魚卵とかいろいろなものが大体いつも同じぐらいの割合で認められます。で、年齢別に見ていくと、小さいうちは卵、牛乳、小麦でもすごく多いですよね。ところが大人になったり、あるいは小学生以上だと果物だとか小麦だとか甲殻類っていうのがもう上の方に上がってきますね。で、果物アレルギーがどれぐらいから出てくるかっていうと、2、3歳、4から6歳、この辺からこう出てきますね。それとピーナッツ1歳台から出てきますし、あとそばなんかも4から6歳っていうところで出てきます。このように年齢によって食物アレルギーはだいぶ違う様相を呈します。だから卵、牛乳、小麦は小学校に入るぐらいまでだん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 こう減ってきますけど、途中から加わってくる食物アレルギーも存在して、大人になってくると、まあ、それが合わさった形になるということになります。小学生になると合わさってっていう感じですね。それとこの10年間で、これはもうずっと調査し続けてるんですけど、卵アレルギーの全体に占める割合っていうのはあんまり変わらないんですが、例えば牛乳なんかはだんだん回を重ねるごとに微妙に増えてきてですね。あと小麦なんかも微妙に増えています。あとピーナッツなんかもちょっと増えたりとかしています。ですから、こういう変化をきちんと捉えるということも大変重要かと思います。次に、食物アレルギーの診断、さっき最初に IgE 抗体を見つけるということはイコール食物アレルギーということではないということも話しましたが、もちろんこの検査も参考にしますし、あと患者さんからお話をきちんと聞いて、どういう状況でどういうことがあって、どれぐらいの時間経過で出たのかとか、あと赤ちゃんだったら、どういうものを例えば食べた時に、悪化したとか、そういうことを詳しく聞きます。で、IgE 抗体っていうのは参考にするんですけど、また原因物質によっても微妙にその診断に対する精度っていうのが違います。これは一つグラフを示しますけど、縦軸には症状の出る確率を示しています。0%から100%まで。横軸には IgE 抗体の数字、0から100までを示しています。簡単に話をするのに、まあ、100っていう数字、すごく強く出てる人っていうのを対象にして、卵、牛乳を調べると、多分100人のうちの99人ぐらいまではもう食物アレルギーだということは検査をするだけで分かります。というのは、これはその検査データと実際に症状が出るかどうかっていうことを確率として示したものなんですね。ところが小麦になると、同じ IgE 抗体が100でも9人に1人ぐらいは平気で食べてる人がいるんですね。で、大豆になると10人のうちの3人ぐらいは IgE 抗体が高くても食べちゃってる。
症状が出ない。だから IgE 抗体が出るっていうことイコール食物アレルギーじゃないっていうのはここを見ていただくと分かるし、あと IgE 抗体がないからっつって絶対食物アレルギーではないっていうことは言えないんですね。ですからこういう違いっていうのをぜひ知っておいてほしいし、あとは年齢によってもですね微妙に違います。例えばここに IgE 抗体牛乳に対して3という数字を持っている方を2歳以上1歳代0歳代というふうに見ていくとですね、0歳の時には9割型食物アレルギー、ところが1歳になると5割、2歳以上になると3割というふうに違うんですね。だから原因物質プラス年齢ということも考えて診断していくということが必要です。で最終的には食物アレルギーは負荷テストというのをします。実際に食物負荷試験というのはこのようにして小さな子どもでも僕らやりますけど、実際に原因と思われる物質を食べてもらって、実際に反応がこう出てきたら食べさせるのはやめて、必要だったら薬を使ってということをします。でこの子はモデルの子ですけど、最初の時すごいたくさん食物アレルギーあったわけですね。ところが負荷試験1歳の時あるいはその前にもどんどんやってって、どん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 食品の解除が進みます。それで2歳の時にはもう卵だけになって、それでずっと卵アレルギーが治るのを待つという形にしたわけですね。これ負荷試験というのをやったからこういうふうにうまくいったんですけど、例えば検査データさっきの0から今度はクラスで分類すると6って分けるわけですけど、卵とか牛乳とか小麦とかの数値がこれはかなり出てるっていうことを意味してるんですね。だから2歳で除去を解除できたとか1歳代で解除ができたっていうものも血液検査を見ると実際には強要性なわけです。ですから血液検査だけでは診断がつかない、実際に食べてみないとわからないということですね。だから食物負荷試験に基づいた必要最小限の原因食物の除去をするということが必要なので、保険診療として2006年2008年に認められたということになります。で子どものアレルギーはさっき3歳までに半分って言いましたけど、まあ物によって治り方のスピードって違うんですね。これ0歳の時に確固たる食物アレルギーと診断された方を、例えば大豆だったら3歳前までに8割治ります。小麦とか牛乳だったら6、7割治っちゃいます。ですからこういうふうに、まあ、これは人によって全然違うので、まあ、平均値を取るとこんな感じになるっていうことですね。とにかくでももう0歳の時に食物アレルギーだからといっても1歳の時にもうすでに治ってたりとか2歳になって治ってたりとか、どんどん変わるんですね小さい時は。だからそういうことも知っておいてください。あとは食物アレルギーの栄養指導の手引きっていうのは、これ栄養士さんとか患者さん向けに作ってあるんですけど、負荷試験というのが全国に普及してくるようになってから食物アレルギーの常識って随分変わったんですね。例えば昔僕が研修医をしてた頃っていうのは、卵アレルギーの人は鶏肉食べちゃいけないとか、牛乳アレルギーの人は牛肉食べちゃいけないって言われてたんですけど、そういうことも今は負荷試験ベースにすると必ずしも真実ではないですね。あと卵、鶏の卵と魚の卵もイコールではないっていうのも分かってるし、魚よく青魚で私ダメですっていう人いますけど、必ずしもそういうわけではない。それと油で昔はアレルギーを起こすんじゃないかっていうので、大豆アレルギーの人は大豆油避けてくださいって、そういう話もありましたけど、実際には大豆油は生成がすごくいいのでタンパク質入ってほとんどいないんですね。そうするとこういうものも除去しなきゃいけないということもありません。ただごま油とかピーナッツ粒油は残留しているタンパクがあるので、それで中には反応する人がいるので、一つ一つ確認していくことが必要です。香料とか添加物でアレルギーを起こすのはお子さんよりもどちらかというと大人の人が多いですね。あと乳糖というのは牛乳から生成されるんですけど、これは牛乳のタンパクが少し残ります。それによって中に反応する人がいますが、多くの牛乳アレルギーの人は乳糖って表示があってもだいたい取れることが多いと。あとは大豆小麦アレルギーでお醤油とか調味料とか麦茶とか、こういうものは制限しなきゃいけないって昔は言われていたんですけど、負荷試験をしていくと取れる人はかなりいらっしゃるということも分かりました。 IgE 抗体のことはさっき話しましたし、食物除去ってのはいい加減な方がいいか、それとも完全除去した方がいいかっていうのは、これはできるだけ食べれるものは食べさせていくっていう方針が最も正しいと。例えば卵アレルギーでも加熱すると、生はダメだけど加熱したものは取れるとかっていう人は加熱した卵は取ればいいし、加工品になってて牛乳が
少し入ってるものは平気だっていう場合にはそれも大丈夫だ、ただ取っていいと。ただ量が増えてくると反応するから体調が悪い時は気をつけるとか、いろんなことが必要です。あと保育園とか学校とかではそういうギリギリまで取ることは許容しても、お家ではいいですけど学校とか保育園ではリスクになりかねませんから、そこは少し考えることが必要です。あと昔は妊娠中のお母さんが食物除去をした方がいいっていうようなことも言われてたんですけど、今は基本的に余計な除去はしない。あと IgE 抗体が出てると昔は予防的にやめなさいなんていうことも言われてましたけど、それも基本的にはしなくていいっていうふうに今考えています。あと今日本はですね、食物不可試験というのが世界で多分最も普及している国です。でこのここに示してますけど、日本小児科学会の研修施設というのが全国で530ぐらいあるんですけど、不可試験をやってくれる病院は312。こんなに不可試験やってる国他にないですね。ですからこのように食物アレルギーの環境っていうのはとても恵まれてますし、あとは食物不可試験に関して行っている病院の情報提供というのもします。これは食物アレルギー研究会のホームページですけど、診療の手引きのダウンロードとか栄養指導の手引きのダウンロードもできます。あと食物不可試験の実施施設というのをクリックすると全国のこう地図が出てきてですね、例えば関東エリアをクリックすると各県ごとに病院と紫色のところはリンクが貼ってあって、例えばここは相模原病院ですけど、どれぐらいの負荷試験をやってるかっていうの、外来でやってる、入院でやってる、ここは星が3つありますけど500以上やってると星3つとかね、そういうふうに数を示してます。でこの緑あの紫をクリックすると病院とのこうリンクが出てきて、すぐそこに飛んでどうやったら受診できるかっていうことも分かります。だから全国の負荷試験やってる施設の情報っていうのもこういうとこから取れますから、ぜひ参考にしてください。あとは経口免疫療法っていうことを最近聞いたことがあるかと思うんですけど、食べ原因物質なんだけどもギリギリのところで食べさせていく、さっきギリ症状が出ないものは食べていいですよって話したんですけど、まあそれの応用ですよね。症状が出ないところからだん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 増やしていくと、毎日食べてると症状が出ないんだけど、例えば1週間空けると症状が出ちゃうとか、そういうことってあるんですね。不思議なんですけど、でそれを少量ずつ取っていくところから始めていってだんだん増やしていって許容量を増やしていくっていう、そういうアプローチですね。で一気に増やしていくようなのは入院して管理して行っていくような方法とですね、これは非常にリスクの高い方に対してほんの少量で非常に強い症状が出てくる方は入院とかして僕たちの管理の下でやっていきます。それとこれは相模原病院なんかでやってる患者さんたちもそうですね、400名ぐらいいらっしゃいますけども、外来でやっていく場合と入院でスタートする場合とあります。外来でスタートする場合というのはこれはこの方々よりもより軽い方ですね、アナフィラキシーを起こすリスクの低いような方、そういう方は外来でやっていきます。2008年ぐらいから取り組んでまして、卵とか牛乳とか小麦とかピーナッツを対象にして経口免疫療法っていうのを行っています。実際にさっき話したように少しずつこう増やしていって目標量に到達してそれをしばらく維持して、あとは加工品を取らせてあげたりとかして、あとは2週間ぐらい取らないようにしてもう一回負荷テストをやって症状が出るか出ないかっていうことを確認します。でそれがもしうまくいけば自宅でまず取ってもらって、あとは学校とか外食もいいですねっていうことになります。でもこれ全体は多分やっぱり年単位のものなんですね。ですから簡単に治るっていうものではないということになります。先生その年単位で、はい、なんですか、毎週1回ぐらいとかそのぐらいの頻度で行かなきゃいけないんですかね。いや病院に来ていただくのはもっと間隔空けていただいて結構なんですけど、最初の頃はさっきのはもう入院していただいて、それでしっかり管理して大丈夫だなっていうのを見ていくのは先生がいらっしゃる。許容量が上がってきて1ヶ月後に来ていただいたりとか3ヶ月後とか、まあ患者さんによってこれ違いますね。例えばお子さんの場合の話ですから、はい、お子さんも大変ですけどやっぱりお母さんも大変だってことですね。取り組みをきちんとしていくっていう心構えも必要だし、はい、毎日食べるっていうことって結構大変なんですよね。でもひょっとすると症状が出るかもしれないっていうものを食べるわけですから、昔はアナフィラキシーを起こしてたとかそういうやつを食べるわけですから、じゃあ昔だったら そんなこととんでもないっていうことがじわじわそういう形で不可試験をやるようになってきて、その
ここまでは取れる、はい、そういうことが分かってきたので、うん、そこのそれをさらに続けていくとその反応のする量が上がってくるということも分かってきたので、はい、そういう治療の応用ですね、はい、でもまあ本当に個別なんですね。そうです。どうですか、その反応の度合いが、だからどれぐらいで反応するか、どれぐらいのスピードで上がっていくかっていうのはもう患者さんごとに違いますね、はいはい、まあ、全体としてやっぱり年単位の話になる。そうですね、はいはい、あと、まあ、症状ある程度取れて症状もそんなきつく出ないっていう人はスタートからもう外来でっていう形でやっていくこともあります、はい、でスタートから外来でやってって、それでまあ同じような形で増やしていって、でもこれもやっぱり1年から2年ぐらいはやっぱりかかりますよね。ですからもう食べてすぐ治るとかっていうふうに思わないでいただきたいですね経口免疫療法っていうのはね、はい、これは例えば2種類のものに反応するなら2つ同時にとか、同時っていうのはちょっとなかなかどちら今のところは1種類で1つが片付いたら次のっていうような感じにやってますけどね、2種類同時にやるとどちらで問題になってるか分からないですね。そうですね、